はい、皆さんこんにちは。みんなある日とてつもない秘密を知ってしまったら、それを世の中に公開する勇気ってありますか？まあ受け取り側からしたらね、いや公開してくれよと思うかもしれないけど、言う側はかなりリスキーじゃないですか。まあね、そういった人のおかげでこうやっていろんな都市伝説が生まれてね、僕たちがこうやって語れるようにはなっているんですけど、今日はそんなね、超絶禁止区域エリアの秘密情報を暴露してしまったある人物のお話になっています。1989年、突如としてデニスという人物がエリア51の秘密を暴露。彼の本名は後にボブラザーという人物だと判明。1989年5月、ラスベガスのテレビ局 KLASTV でジャーナリストのジョージ・ナップ氏のインタビューにデニスと名乗る男が出演しました。デニスは顔隠してね、それでインタビューを受けね、まあ、いかにも怪しい人なんですけど、そこで衝撃的な内容を語ったんです。その内容とは、なんと彼はアメリカネバダ州に存在するあの軍事施設エリア51に勤めていたというんです。そこでは核実験や未知の生命体の遺体回収、人体実験に至るまで様々な極秘研究が行われていると噂されていますよね。正式名称をグルームレイク空軍基地で言うんですけど、ネバダ州南部の高地砂漠に位置する軍事空軍が管轄する軍事基地で、この謎に包まれたエリア51に入るには国から発行された特別な取材許可書、アメリカ軍の上層部もしくは CIA の上級局員の招待所のどちらかが必要とされています。許可書を手に入れた後でもエリア51内で見たこと、聞いたこと、そういったことを外部に漏らしちゃいけないという制約をする必要があるんですね。まあそれは当たり前ですよね。軍事施設で働くので、そういったものがね、外に漏れてしまったら大変だろうからね。1951年にはすでにエリア51という場所が存在していたとされ、米国原子力委員会が何やら調査していたという話から、本来軍事施設の内容と原子力委員会の活動内容が被ることがない2つの組織が出入りするエリア51はただの軍事施設ではないと噂されました。そんなエリア51の存在が周知され始めたのは1955年の8月1日、 CIA の開発した偵察機 U2 偵察機のテスト飛行が行われた時でした。その時はまだ軍事施設っていう意味合いが強くてね、エリア51イコール怪しいみたいなことはなかったんですね。ここで行われている開発や実験は1980年代終わりまで主に連邦機関、国家偵察局、国家安全保障局などの機密政府組織にエリア51の内部の情報が存在し、また政府の連邦職員の中でも一部の人間のみが知っている場所でした。このインタビューが世界へと衝撃を与えた結果、デニスと名乗っていた人物はロバート・スコット・ラザー、通称ボブ・ラザー氏だということが後に判明しました。でもなんでラザーは極秘情報を暴露してしまったのか。面接はラザーによれば、彼はマサチューセッツ工科大学で物理学を学び、博士号を取得した後フェアチャイルド社へ就職。1982年頃には知人の紹介でロス・アラモス国立研究所へ履歴書を送り、面接を受けたと。上級物理学者が離職するため、その後継ぎをね、探すことが目的だったと知らされています。面接に無事合格、国立研究所で働くことが決まり、その時点でラザーの秘密アクセス権限は最高レベルに設定されたそうです。アクセスレベル最高って最高すぎませんかね。何でもアクセスし放題ですよね。最高の上があるのか分かんないけど、どんなことにアクセスできるのか。働き始めてからは中間子物理学研究施設で宇宙で使用する高エネルギー粒子ビーム加速器の研究を行っていたといいます。その後1988年に軍事関連企業である EG&G 社にスカウトされたそうなんですけど、 EG&G 社に入るには米海軍情報部との面接があったり、数ヶ月にわたって電話を盗聴されたり、自宅を操作されたりと、ノイローゼになって自殺者も出るような厳しいチェックが必要だったんです。なんとラザー氏はここでも見事合格したんです。晴れてね、猫ちゃんが飛びついてきたね、まあ、ここでもラザー氏は合格して、晴れてエリア51内でね、研究員として働くことができるようになったんです。まあ、今となってはね、不合格のようなもんですけどね。1988年12月、エリア51での勤務が決まっていたラザーはロサンゼルスのマッケラン空港に来るように言われました。同じく呼び出されたであろう他の職員たちと一緒に待機していたデザインが施されていないボーイング737に乗り、エリア51があるネリス空軍基地に到着しました。飛行機を降りてからは全ての窓を黒塗りしてあるバスに乗せられ、約5キロ進んだ場所にある S4 と呼ばれる施設に案内されたんです。ここでは彼は最先端の軍事技術の研究という名の政府の秘密を知ることになります。まず最初にラザーが見たものは奇妙な格納庫でした。まるで人工衛星から偵察できなくしているかのように山をくり抜いた斜め35度に傾斜して作られていて、周りの山肌と同じ色にカムフラージュされていた
たといいます。その脇にあるドアをくぐり少し歩くとオフィスが用意されていたというんです。まさにラザーが配属されたのは案内されたエリア51の中にある S4 と呼ばれる部署でした。こんな武装した警備員に付き添われてオフィスに入ると、彼の初日の仕事は机があってその上にね書類が並べられていて、ざっと見ても120件ほどね項目があるような書類で、それを読むことだと告げられました。その書類の中にはアメリカ軍が宇宙人の UFO を回収し保管してあることが書かれていました。また宇宙人の死体を解剖したというような内容のものまであり、解剖報告書と一緒に写真も入っていたんです。白黒写真に写っていたのは何やら解剖台の上に寝かさられている体毛のない異常に大きな頭と痩せ細った体と手足、目が大きい、まさにグレイと呼ばれる宇宙人。翌日次にラザーが施設内で見せられたのはなんと空飛ぶ円盤でした。一つは停止していて、もう一つは動いていました。ラザーは円盤の反重力推進システムの推進装置をリバースエンジニアリングで再現して開発する研究を任されていたというんです。要は UFO の技術が目の前にあって、地球の技術でそのコピー版を作れという研究だったんです。ってことは S4 には未知の技術や UFO、 エイリアンに関する機密情報の数々が存在している国家の研究施設だったんです。いやマジ最高の職業っすよね。そんなロマンのある現場行ってみたいです。みんな行ってみたくないですか。まあここにもロマンあるけど、まあでもラザー氏はね最初かなりショックを受けちゃったんですね。まあそりゃそうっすよね。政府が隠していた地球外生命体の情報を目の当たりにしちゃって、それを全部自分が知ってしまった。そんなもん全部目の当たりにしたら思考停止しますよね。ただ科学者だった彼はすぐにねそれらに魅了されていったんですね。任された反重力推進システムの推進装置を搭載している円盤は直径約16メートル、高さ5メートルほどの大きさでした。銀色に輝き、継ぎ目もリベットもないような滑らかなボディをした円盤はスイスの UFO 目撃者であるビリー・マイヤーの見た UFO にとても形が似ていたとラザーは言います。円盤の中に入るための入り口は円盤の縁にあり、入ってすぐにかがまないと進めないほど低い天井だったそうです。中央に行ってようやく立てるだけの高さがあり、真ん中には1本の柱が立っていました。その柱の根元にラザーの研究する反物質リアクターと呼ばれる装置がついていたと言います。また床下にも狭いながらもスペースがあり、3つの重力増幅器と呼ばれる装置もあったそうなんです。その後実際に動いてない UFO からリアクターを外して、そのリアクターの講習を受けたらそれが反物質だということを理解しました。同僚のバリーがリアクターを起動した際、球状の部分を触ってみろと言ってきたので、ラザーは触ろうとしたんですけど全然触れることができなかったんです。何回もね手を近づけても、磁石のね同じ極をね近づけてる時みたいに手が押し戻されたんです。まあ人体には物質を反発するような力はないので、まあ人によってあるかもしれないけど、明らかに反重力の力がそのリアクターから発せられると気づいたそうです。これを見たラザー氏は、もしもこの技術が実用化されたら、ロケットに使われているエンジンも車のタイヤも必要なくなる。これは世界や経済、産業など全てをね根本から変えてしまう。この機械を構造を理解できれば、その先にはもう終わりがない無限の可能性を感じたとラザー氏は語ります。そしてラザー氏は円盤の反重力リアクターで使用されている元素115を使わずに地球製の反物質リアクターを作れないか研究を始めました。元素15なんて聞いたこともない元素でしたが、これは通称モスコビウムと呼ばれるリアクターの燃料みたいなものとされ、まさに反重力エネルギーを生み出す物質だったんです。まずモスコビウムの代わりになると考えたのがプルトニウム、いわば原子力です。しかしどんなに研究してもプルトニウムから反物質が生まれることはなく、この計画は失敗に終わりました。材料だけがね重要だったわけではなく、その構造も重要だったんです。研究していくほどに円盤に使われているリアクターの構造は見たこともないので、リアクターに使われている素材もかなり高度な物質だということが判明しました。ラザーによると、この物質の研究は当時 LA-10 という偽造コードネームが使われていたらしく、自分が知るよりももっと前から政府はこの偽造コードで密かに研究していたといいます。この不思議な物質が地球外生命体が作り出した円盤のリアクター内で必要な重力エネルギーを生み出し、装置を通じて増幅し、導波管、今でいう光ファイバーのようなところを通ってエネルギータンクに溜め込まれます。機体を動かす方向に重力波を操作しているというんです。まあ、ここまでね構造を理解していたとしても、未知の技術をねコピー
することはできなかったんですね。作動しなかったそうなんです。そもそもリアクター内で生まれたエネルギーの放出方法が解明できないままだったんです。それはなぜなのか。例えば飛行機、ロケット、ヘリコプター、船、これらを動かすときには反作用を利用します。これは何かというと、飛行機はジェットから噴出した力により前進しますよね。ロケットも一緒です。ヘリコプターの場合はプロペラを回すことで下に空気が急速に流れ込み、機体を浮かせることができます。船もプロペラ、スクリューを回し後ろ向きに水流を作ることで前進します。これが物を動かす作用と反作用の仕組みなんです。でも円盤は重力波による反作用を利用していました。重力波による反作用ってなんだよって感じなんですけど、まあね、ちょっと軽くね、重力について話しますね。重力の正体についてはアインシュタインが提唱した一般相対性理論において、重力とは空間の歪みであるという見方がされています。このように一つの平面上にある程度の質量を持った球体を置くと沈んでしまいますよね。まずはこれが重力の正体だと言われているんです。これは二次元の一つの平面で表したものになりますが、三次元ではこの平面が四方にあるということになります。沈む力が球体の中心に向かって働いているのが分かりますよね。なので時空の歪みが重力の正体だろうということになるんです。そして重いものほど沈み、重力が強くなる。次にラザー氏が研究した円盤の重力波の反作用について、さっきの重力の説明と同じで平面上に球体 A を置きます。もちろん沈みます。次に球体 A の少し離れたところに球体 A より少しだけ重い球体 B を置きます。すると球体 A が球体 B に吸い寄せられるように流れていきますよね。これが円盤が進むために利用している重力波の反作用なんです。重力が強くなると吸い寄せられる時間の進みも加速する。球体 B の重さを変えることで円盤の進みスピードも変えられるんです。まあ科学の計算ではね、説明つくんですけど、そんなね重力波をね空間に自由自在に出したり、その力の調整とかをねする技術は地球にはまあなかったんですね。明らかに地球外の文明から来た技術によるもの。この未知の技術が解明されればみんなの私生活がね一変する。人類が答えを待ち望んでいるとラザーは考えたんですね。ただそんなラザーはちょっとどんどんね心境がね不安になっていったんですね。それは S4 での労働時間が増え、身の危険を感じる作業もあったりと、様々なことからストレスが限界ギリギリになっていたそうなんですね。シンプルに疲労ですね。まあ、いくらねロマある現場でも肉体の限界はある。そんな中1989年の3月、何気なく S4 のある部屋の窓の中を見てみると、自分の目を疑うような衝撃的な光景がありました。なんとそこには白衣を着た男性2人に挟まれるように小柄で大きな頭をした灰色の二足歩行の生物が立っていたというんです。そんなバカな、まあ、ここまでねやばいものを目撃してしまったラザー氏、もうとてつもない秘密に触れてるじゃないですか。まあ、そんな感じで彼はまあもう心身ともに疲労でもう限界だったんですね。もう耐えられないってなって妻と友人に話してしまったんです。ついにやってしまったラザー氏、僕本当ね本当口堅いので、何かとてつもない秘密を抱えている人、見てる方にいましたらぜひ僕にね DM かなんか連絡してください。本当に口堅いので一番言いそうだけどね。まあ話を戻すと、その秘密を打ち明けられた友人と妻はね、まあ最初はもちろん半信半疑だったんです。そこで彼は疑う友人を施設の近くまで連れて行き、試作機の UFO の飛行テストの様子を見物させてしまったんです。これによりラザーの行動を知った上層部は激怒。ラザーは契約違反として職を失うことになります。いや嘘やろ、近くに連れて行けるっていうのが全く意味わかんないですけどね。みんなね、エリア51ってどれだけ厳重化してますよね。いろんな YouTuber とかね、いろんな方が行こうとしてるけど、管制塔とかね、なんか怪しい車につけられたとか言って近づくこともできないんですね普通は。まあね、ラザーがいるから、ね、一緒にねなんか研究員ですみたいな感じで入ってれたのかもしんないけど、まあ、それにしても普通の人が入れるような現場じゃないんじゃないかね。まあ、分からんけど一応ラザーはそう言うんですね。ただエリア51で勤務することになった段階で、ラザーは自宅の電話の傍聴を許可する書類と憲法で保障された権利を放棄することを承諾するという旨の書類にサインしていたんです。エリア51での職を失っただけではなく、政府の諜報部員に尾行されていると感じたり、自分の運転する車のタイヤを狙撃されたこともあったといいます。なので身の危険を感じ
感したラザーはアイウィットネスニュースにエリア51のね暴露し始めたんですね。ただ全てを暴露したラザー氏、良くも悪くも世間から注目を集めたんですね。政府はもちろん否定するし、彼が言ってることは全てデタラメだと言いました。当時暴露は世間的に多くの話題を呼びましたが、ラザーの発言については黙殺され、学歴詐称などの噂も広まっていたことから、ペテン師として彼の信用はどん底まで落ちていってしまいました。実際原子物理学で UFO 研究者のスタントン・フリードマン教授が調査したところ、ラザーはマサチューセッツ工科大学とカリフォルニア工科大学の学位を所有していると語っていましたが、どちらの大学の学位も取得していない可能性が濃厚だという結論を出されたんです。また EG&G 社での経歴も残っていなかったんですね。あら、たまにいる学歴詐称ってやつ。詐称。ラザーによると、職を奪われた時点でラザーの出生記録から大学の卒業者記録、ロスアラモス研究所と S4 での在籍記録など自分の過去を証明する記録が抹消されていたといいます。ラザーの役目は存在しない技術を研究すること、その技術の謎を解明することでした。ただ国家としてはそんな技術もないし、研究もない。研究をしている人物も存在しない。そう、彼は存在しない人物だったんです。ややこしいわ。まあでも確かにそれされたら反論できなくなっちゃいますよね。まあ在学中にね、友達とかさすがにいただろうけど、まあぼっちじゃない限り。さらに悪いことが続きます。1990年、なんとラザーは売春宿の経理をしていたという理由から起訴され、その後有罪が言い渡され、3年間の保護観察処分を受けることとなったんです。この出来事については、友人に頼まれたパソコンをセットアップしていただけなのに、そのパソコンがラスベガスでの売春斡旋に利用され、売春法助の罪で告発されたと説明しました。そんなことある？ペテン氏、犯罪者と認識が広められたと言います。完全にヤバいやつってみんな思ってるでしょう。学歴詐称、 UFO 研究、売春宿、そしてこの顔。いや、顔は関係ないわ。そんなラザーの信憑性についてなんですけど、研究者の中ではね、結構ね、真実だという意見があったりするんですね。その理由としては、第一に、当時インタビューに出た時に使っていたデニスという名前、この名前についてラザーは S4 の時の上司の名前を名乗っていたということなんですけど、このデニスという人物についても、もし創作だったとしたら、そんな人物がいないっていうことは簡単に解明できてしまいますよね。そんなんいくらでも嘘つけるやん、そのレベル。そして最初の偽名シレットだけで出演したインタビュー以降では、全て実名、顔出しで証言しているということ。まあ確かに実名出してね、こうやって顔も出して嘘つくってかなりアホっすよね。まあ世の中には結構いそうですけど。第二に、ドキュメンタリー番組への出演だけであり、本人は金儲けが暴露した理由ではないとの主張の通りであること。第三に、何回もこの話をするとき、内容が一貫していることが挙げられているんです。またラザーの経歴が確認できないことについては、1989年10月、2回目の出演番組 UFO 動かぬ証拠のコメンテーター兼レポーターであったジョージ・ナップが約1年をかけて追跡調査を行ったんです。その結果、ラザーの名前は知らないと証言していたロス・アラモス原子力研究所の1982年の内線電話番号帳にラザーの名前があったんです。いや、どう調べたのこれ。本当だったらこの人有能すぎないか。このことから、当時ラザーがこの研究所で他国からの攻撃を予測し防衛するという SDI、 通称スターウォーズ計画の研究を行っていたことを突き止めたんです。他にも社会保障番号を調査したところ、 S4 で仕事をしていた時期に1989年に支払われた税金の支払い調書 W2、 いわば源泉徴収票みたいなやつを調べたところ、申告当時の雇用者がワシントン DC、 アメリカ合衆国海軍情報部であることも分かったというんです。いや、全然証拠隠滅できてないじゃん、政府ガバガバマン。またラザーの証言が真実なのではって言われているものとしては、本人が自分の役割は半物質反応炉でエネルギー源として扱われる元素115モスコビウムという物質の研究、そして円盤の操縦に使われる16波についての研究だったと語っていることについてなんです。これは原子番号で115番の物質だと言われ、博士が分析を行っていたとされる1988年にはまだ未知の物質という認識だったんです。しかし2004年にロシアのトブナ合同原子研究所とアメリカのローレンス・リバモア研究所の共同チームが人工的にこの元素115を作ることに成功したと発表し、元素115は正式にウンウンペンチウムと命名されたんです。ウンウンペンチウムより絶対モスコビウムの方がかっこいいでしょ。何ウンウンペンチウム
産ってうんこ2回したペンギンのような、ね、なぜ発見される16年も前にラザー氏はこの物質について知っていたのか。重力波についても、実際に重力波が建設されたのはなんとつい最近のね2016年だったんです。1989年科学的にあるであろうとは考えられていた重力波なんですけど、2015年9月14日米国ルイジアナ州リビングストンとワシントン州ハンフォードにある2台の検出機が重力波の元となった13億年前に起きた超巨大なブラックホールの衝突を歴史上初めて観測に成功。2016年2月11日太陽の約3倍ほどの質量が一瞬でエネルギーに変換されたと正式に発表されたんです。どうでしょう皆さん、このボブラザーの証言。 YouTube で3000万回再生されているジョー・ローゲンの2時間のねボブラザーの対談を見たけど、なかなか面白いこと語ってるんですね。なんかすごい物事の説明が具体的で、しかも暴露当初から今までずっと話の一貫性があるんです。なんか嘘ついてたらね、普通おかしくなるじゃん。この前言ってたこと全然違くないみたいな、そんなことなく全部一貫性がある。なので暇な方はねぜひチェックしてみてください。あ、全部英語だわ、無理だすいません、冗談です。今のは冗談です、バカにはしていません。あの自動字幕もあるのでぜひねそちらで見てみてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。